チャンネルアジアをご覧の皆様こんにちは著作家の宇山卓栄でございますえ今回もこの経験問題と M 子様のシリーズであるのは間違いないんですがちょっと視点を変えまして後続の教育問題について考えてまいりたいと思いますえ現在久人信濃殿下はお茶の水女子大学附属の中学3年生でいらっしゃいます 同校は高校が女子校なので高校受験をしなくてはいけないんですね進学先は筑波大学附属高校か農東京農業大学第一高等学校と言われておりますこれらの学校はお茶の水女子大学と提携制度を結んでいるということなんですねでどうして 学習院に進学をなされないのかという声も上がっております学習院大学は江戸時代末期に設立をされ明治時代に皇族家族のための教育機関と指定をされこの学校が開校されていきます上皇陛下も天皇陛下も もちろん皆さんご存知のように学習院のご出身であるわけなんですねで、皇族のための学校で帝王学を学ばれる必要があるんじゃないのかという声がですね今まあ盛んに上がっていることもありますで、M 子様は学習院女子校卒業をなさって2010年に ICU 国際キリスト教大学に入学をされましたねで、加護様は学習院大に住まれたものの1年半ほどで中途退学をして ICU に入学し直されたんですねまあお姉さまのアドバイスがあったのかもしれませんね ICU は非常にいい大学だからこちらに入学をし直したらというようなそういうことがあったかもしれません で M 子様が経験師と不当な結婚したのはこのような大学に進学をしたからなんだという声も当然あるわけでありますね神道の最初である皇室がなぜキリスト教の系の大学に行かれるのかということをそのことを疑問視するそういうい声もあるわけでございます 学習院に学んでおられたならばこんな不当な結婚もなかっただろうにというように私も思いますなぜ秋篠宮家は学習院への進学を重視されないのかおかしいではないかというような、まあ、そういう声もあるんですねいろんな観測がありますただですねこの学学習院大学が今や 皇室の方々にとって本当にふさわしい大学であるのかどうかということも合わせて考えなければならない点だと思うんですねと申しますのは反日勢力や左派が大勢この学習院大学の教授陣に入り込んでいるというそういう事実もあるんですまあその事例の一つがですね学習院女子大学で福島みずほ議員が あ1998年から2009年までですね学習院女子大学のこの客員教授として共通基礎科目群の法学を担当されておられたということもありますこの学習院女子大学と学習院大学とは別々ではあるんですが人事は学習院大学は一括管理しているんですね。そういうい一括管理する中で福島みずほ議員を 教授陣に添えたというそういうううそ過去の事実があるんですね。で第二外国語でも中国語や韓国語を必修としているそういう模様でもありますね、まあ、学習院大学もさまざまな問題を抱えており改革が必要なところかもしれません、えー、久仁親王殿下が進学される筑波大附属高校は これはあの大変な進学校として有名ですね。あの改定高校に匹敵するような偏差値で、東大への進学率も非常に高いということで知られております。しかし受験進学校に行かれるということが皇族としてふさわしいことなのかどうかというそういう疑問が一方で湧いてまいります。愛子内親王殿下も東大に行くことができるほどの秀才だったと。 いうように伝えられておりますそれにもかかわらずあえて2020年学習院大学の文学部日本語日本文学科に進学をなさっておられます南関大学の受験よりも大切な学びがあるというご飯だったとそういうよう,にようにお見受けをいたしますただし、えー、大学にはですね 愛子殿下もですねほとんど通っておられないということも事実なんですねコロナで授業も対面かオンラインかを選べるということもありまあこの対面ではなくてですねオンラインを選んでおられるということもあるように聞いておりますまあこの問題は後半で詳しく扱いますが、まあ、ひそひそ親王殿下もですね 非常にまあ秀才である優秀であるということも一部報道をな,な,なされていますが一般国民のように久と親王殿下が受験校に進学するというようなことについてはあまり私は深く関わるべきではないというように考えております。まあ、筑波大附属高校校のような進学校であれば どうしても大学受験ということが教育カルキュラムの中心部分になってこざるを得ないというように思います。あの私は予備校講師を長く続けておりました。20年間ですね、世界史を予備校生や高校生たちに教えておりました。 いわゆるこの大学受験というのがどういうものであるかということを現場からよく分かっている人間といたしましてはですねそういうこの受験勉強が皇族にとってふさわしい帝王学なのかと言われればですねまあ決してそうではないと言わざるを得ません。機械的な暗記や反復学習に終始したその勉強内容は 官僚や役人を養成するには良いかもしれませんが、想像力やたくましい人間力を養成できるような代物では到底残念ながらありません。まあだからこそ私はこの大学受験というところで旧態依然としたやり方を打破するような教育改革が必要であるということをまあ訴え続けておるわけなんですが。 まあ、この将来の天皇陛下である久と親王殿下にこういうことに関わらせていくということについてはですね、まあ、正直どうなのかなというように思いますまあ受験教育の弊害のこの犠牲に皇族がわざわざなる必要はないんですね、まあ、高校時代の3年間というのは人格形成の上で最も私は大事な時だろうと思います 大学で東大を受験なさるとしてもですねその他の大学を受験なさるとしてもですねその受験でもし失敗をなされれば将来の天皇陛下でいらっしゃいますからいろいろと風評が立つということも避けることができませんご本人に必要以上の精神的プレッシャーを与えるということにも 私はなりかねいいとううように思われるんです、ねまあ、この将来天皇陛下になられる方がもし受験で失敗をするようなことになれば本当にこれはよろしからざることになるのではないかというように思いますまあ厳しい入試に勝ち抜くというそういう試練も大切かもしれませんがそのような一般人が経験するような試練とは全く別に 後続ののがが経験すべき試練というものが私はあるというように思いますいわゆる受験進学校とは最初から距離を置いて皇族が進学をされる学習院で学ばれるのがどう見ても皇族にとっては最もふさわしいのではないかというように思います。ずっと学習院で この高校から大学へと進学をして学ばれれば受験という点数主義から解放されて長期的な視野での教育を受けていただくということが可能になります天皇陛下にふさわしい教養を身につけていただくということも可能になると思います皇族を受け入れる学校側の体制や 対応も実は非常に重要なな視点なんですよね当初筑波大附属高校も、まあ、こうした体制が整っていないということからこの受け入れを躊躇していたということも言われております、まあ、学校としては初めての経験なんですね当然学習院のように過去の皇族の受け入れの経験のノウハウがそもそもありません現場の教師の対応 で戸惑うよううよな部分とというのも私は必ず出てくると思います特にこの個人情報の取り扱いには厳重に注意がなされなければなりません将来の天皇になられる方の学校生活に関する情報などが外部に流出するだけで大きな打撃になると思いますプラスの情報ならば まだ良いとしてもですねマイナスの情報が外部に流出をすればこれは一大事です、まあ、例えばですね成績が芳しくないとか素行不良があるなどですねもしそうした情報が外部に流れれば国民の批判の対象になりかねません学校側だけでなく、まあ、学友生徒そしてその保護者にも 良識が求められてまいりま,すまあもしそういう良識のないような人がいてですね積極的にその情報をばらすようなことがあるということもですねそういうリスクも考えなければならないんですね、まあ、そのリスクはですねそれは学習院も同じだとは思うんですけれども、まあ、少なくてもですねこうした情報管理と学校側の負担が少なくともあるということが事実なんです。 今までこうした問題が特に生じていないんですが経験問題のような常識では考えられないようなことが生じた現在においてはやはり何が起こるかわからないということも想定をしておかなければならないと思うんです。宮内庁と学校側の密な 対応連携が問われることにもなります、えー、現時点では後続の指定が学習院以外の学校に進学をなさるということは非常にリスクが大きいし未だ受け入れ体制が十分に整備をされていないというように考えられますできることならば経験問題のようなことが起こった今だからこそ 大事を取って一般学校への進学は避けられるべきではないかということをですね申し上げたいというように思いますえそれではさらにですねこの皇族の教育の問題について後半で掘り下げて考えてまいります今回もご覧いただきありがとうございました